オーストラリア経済は昨年前半に新型コロナの感染拡大による影響から2四半期連続でマイナス成長となり景気後退局面となりましたが、後半は立ち直り成長率は大きく回復しました。一方、今年の 1、3月期の成長率は高成長ながらも減速しており、回復の持続性が注目されます。オーストラリアの今後の経済見通しと金融・財政政策の行方について解説してもらいます。まずは一つ目のテーマ、改善が続く雇用市場と企業景況感です。実質 GDP 成長率を見ると足元では減速していますが、オーストラリアの景気はどのような状況なのでしょうか。オーストラリア経済は新型コロナの感染拡大を受けた景気後退から急回復を見せています。図1は製造業とサービス業の PMI の推移を見たものです。今年に入って企業景況感は大きく上昇し、サービス業の改善が顕著であることが分かります。サービス業の PMI は2003年10月以来の高水準となっています。雇用市場の順調な回復による個人消費の好調が背景にあります。図2はオーストラリア中銀の四半期ごとの経済物価見通しを前回と比較したものです。2023年6月までの基本シナリオを掲載してあります。オーストラリア中銀は雇用の改善が予想を大きく上回ることから5月に成長率見通しを大幅に引き上げたほか、物価上昇率が目標とするレンジ2から3%の下限に到達する時期を前倒しするなど、見通しを全般的に上方修正しています。失業率は前回2月時に比べて大きく低下する見通しになっていますね。それは足元の雇用市場の改善を反映しています。13は失業率と6ヶ月先行させた失業予測指数の推移を見たものです。4月の失業率は 5.5% に低下しており、賃金支援策のジョブキーパー終了後も雇用市場のタイト化が続いていることを示しています。失業予測指数から判断すると失業率は年内にも 4% 台半ばまで低下する可能性があります。そうなるとオーストラリア中銀は再び失業率を下方修正する必要が出てきます。雇用市場の改善が想定以上に進めば物価見通しも変わってきますね。その通りです。図4は時間当たり賃金と消費者物価の前年比の推移を見たものです。また労働需給を見るために失業率を逆目盛りにして並べています。失業率が低下すれば労働需給がタイト化し、賃金に上昇圧力がかかるという関係を示しています。今年1、3月の消費者物価コアは前年比プラス 1.1% でとどまっています。前年比では過去最低の伸びであり、オーストラリア賃金の物価目標下限を大きく下回っています。ただし失業率の低下に見られるように、現在大幅な供給超にある需給ギャップは急速に縮小しており、賃金上昇率は今後加速する可能性が高いと見ています。物価についても徐々に上昇圧力が高まることが予想されます。それでは次のテーマ、7月政策決定会合で今後の金融政策を検討です。オーストラリア中銀は政策金利と3年債利回りをターゲットとするイールドカーブコントロールと量的緩和プログラムを継続していますが、早期の経済正常化が予測される中、金融政策の正常化期待も台頭しています。今後の金融政策についてどのように見ていますか。オーストラリア中銀は5月の金融政策決定会合で政策運営方針を据え置く一方で、3年債利回りの目標や資産乖離策の今後の方針について7月の会合で検討を決定することを予告しました。図5はオーストラリアの政策金利と3年10年国債利回り、オーストラリアドルの推移を見たものです。年初来アメリカの金利上昇の影響に加え、オーストラリアの利上げ前倒しの思惑から債券利回りが高止まりしており、7月の金融政策決定会合に向けて経済指標やオーストラリア中銀の交換発言が注目されます。一方、オーストラリア政府は5月に公表した2021-22年度予算案で盤石な景気回復を目指し、拡張的な財政運営を継続することを掲げています。したがって経済がコロナ前の成長軌道に完全に戻るまで、オーストラリア中銀が緩和的な金融政策運営を続ける方針は変わらないと見ています。財政についてはどのような見通しになっているのでしょうか。図6は政府の歳出歳入と財政収支を GDP 比で見たものです。
2020-21 年度以降は政府の見通しとなっています。最新の予算案では、財政赤字は今年度1610億オーストラリアドルと過去最大の規模に拡大した後、来年度以降は緩やかに縮小するも、当面は赤字が続く見通しです。一方で政府は、中低所得者向け減税、投資促進 R&D 支援、職業訓練の強化、インフラ投資拡大、子育て支援策の拡大などの景気支援策を継続することを表明しています。今後も拡張的な財政運営がオーストラリア経済を下支えするとみられます。オーストラリアの景気が想定以上に力強く回復する中でも、財政・金融政策による下支えはしばらく継続されるということですね。それでは3つ目のテーマ、オーストラリアドル相場の見通しです。経済の順調な回復や緩和的な金融政策、財政支援策を受けて、オーストラリアドルは当面どのように推移すると見ていますか？国内経済の好調さはオーストラリアドル高の要因となっています。また新型コロナワクチンの普及により世界経済の回復は広がっています。こうした動きは世界的な PMI 上昇や資源価格高に反映されています。特にオーストラリアの主要輸出品目である鉄鉱石価格の上昇は顕著です。17は鉄鉱石価格、原油価格とオーストラリアドルの推移を見たものです。資源価格とオーストラリアドルは相関が高いことがわかります。オーストラリアでは輸出物価を輸入物価で割った交易条件が高水準で推移しており、オーストラリアドルは押し上げられると考えられます。世界的な経済の正常化に支えられ、オーストラリアドル相場は堅調試合が続くと見ています。ありがとうございました。詳しくは投資戦略マンスリー6月号をご確認ください。